いや、僕ね、じゃあ、まあ、いろいろ勉強してるけど、何のために勉強するのかと。で、最近ね、散歩しながらいろいろつらつら考えるにね、幸せになるためであると。で、幸せとは何かって、まあ、これね、前の先生が幸せ学を勉強してある、まあ、散歩しながらね、前の先生の講義を聞いたんだけど、あのね、幸せとはね、要するに幸せであると感じることだと僕は思うんですよ。で、それは生理学的に言えばですね、ドーパミンが出ることじゃないですかって。で、じゃあどうすれば出るのかと。ね、で、それは例えばね、お酒の、まあ、小林さんなら、それでいいじゃんかって、一番安直で楽で苦労しなくていいんだから、それでいいじゃんって思っちゃいましたけどね。で、あるいはね、例えばゲームをするとかね。僕なんかね、この頃ね、もうね、ゲームから、離れられなくてさ。やってんですか？いや、ゲームだって単純なね、フリーセルって。Windows におまけでついてきてるな、ああいうやつ。そうそう。で、やりだしたら止まんなくなるんで。ところがね、歩きながらこう考えたと。道を歩きながらこう考えたと。で、要するにね、幸せになるためにはどうすればいいか。まあ、ドーパミンが出ることだ。で、新しいこと発見、なるほどって思うとね、ドーパミンが出るわけですね。ユリイカみたいな。ユリイカ。で、僕ら勉強しててね、で、いろいろ難問に、まあ、ぶち当たるじゃないですか。で、ああでもない、こうでもないって、まあ、自分で思ってる場合もあれば、勉強会でああでもない、こうでもないって議論してて、で、正解に至ったとき、ああ、そうかって、なるほどって思ったときはね、非常にね、爽快感があるわけですね。わかります、わかります。わかるでしょう。はい。その爽快感を味わうことが幸せになる道ではないかと思ったわけ。でね、小林さんがおっしゃるように、お酒を飲むとかいうのは、これは一つのやり方なんだけど、これはね、まずね、お金がかかるのが第一。だから健康に良くないのが第一。で、もっと安直なね、良くない幸せになり方はね、まあ、ドラッグですね。これは、まずね、まあ、体に良くないのと、ね、で、捕まるという、ね、良くないということがあると。で、ですからね、勉強して、ね、なるほどっていうのはね、これは、ね、幸せになるだけじゃなくて、自分のためにもなるわけだし、健全でお金かかんなくて、まあ、いいことはいっぱいあります、ね。そうなんですよ。じゃあ、というわけで、何が言いたかったら勉強しましょうという。なるほど。そうくると思います。いや、それに関して皆さん方の、そのコメントを聞きたいんですけど、小林さんどうです？いやー、なんか健康を犠牲にせず安直で楽して幸せになれるって、なんか全部かつで結んだような幸せになり方ってあるといいんですけどね。いいとこ取り、いいとこしかないみたいな。いや、酒の欠点は確かに健康を犠牲にするとか、まあ、翌朝ちっとも頭が働かないとか、そういうぐらいのマイナスは確かにあるんで、そこのマイナスさえ除去できれば、一番なんか楽でいいんじゃないかなと思ったんですけどね。でもお金がかかるからね。そこですね。まあ、勉強してもね、ああ、そうかってなり続ければいいですけどね。なんかもやもやが増えていくばっかりで、なんか全然わからんなとかいう、こう嫌な気分になる勉強もありますね。わからなければね。わからないままだとすごく。わかって、こう、爽快感がこういいテンポで維持されるという勉強法を勉強コンテンツじゃないとなかなか面白くないかもしれない。それはね、フローに入るときのやり方で、ね、自分の能力と問題の難易度っていうのがあって、自分の能力と、ね、難易度はね、ぴったり合う場合よりね、4% 難しいのがいいとかいうのね。思い出しました。昨日のニュースで、AI 教師による個別指導は人間教師が行う教室授業よりも優れていましたっていうのが出てました。AI の個別指導を受けた新人がベテランより高い成績を出すというニュースで、ね、うわもうそこまで来たか。だって一人一人の生徒に合わせてこの子はここまで分かってんだからもうちょっと難しい問題を与えようってやれば、やる気を出しながらどんどん進んでくる。その子の能力より 4% 難しい問題ですね。なるほど。その今あれですよね、コンピューター教育の分野っていうのがやっぱり着実に進歩していってて、この個別指導する人間の先生よりもいいところにやってきてると、それコンテンツの側かなり調査して作り込まないといけないと思うんですけどね。そういう楽しくちゃんと身につく勉強の仕方ができるようになると、それもコンピューターのおかげでということになってきてるんでしょうね。今さっきおっしゃったね、難しい問題だったらね、解けないから面白くないよとおっしゃるのは、だからそれはね、難しすぎる問題を。そうなんです、そうなんです。明日から。でね、まあ、45度の線になってるとしますよね。で、自分の能力に適応したところへちょっと難しい問題がいいと。で、いや、だから勉強すればするほど能力が上がるから難しい問題。だから、できない場合、優しい問題から挑戦していって、この45度の坂を登っていくというのは今おっしゃったコンピューター教育ですよね。で、この45度の線のちょっと 4% をぐっと登っていけばいくらでも登っていけるわけですね。で、ところが下手なね、授業、例えば学校教育でですね、いわゆる一斉授業の場合、先生はその学生って生徒って能力に、いろんな能力バランス散らばりがあるじゃないですか。ですからよくできる生徒にとってはこれね、この線より下だとねつまらない、退屈だって、上だとねどうしようもないと、だからこのキリキリがいいわけですよね。ところが今の学校の授業は圧倒的な生徒が、能力分散があるわけですから、で、先生はど真ん中ぐらいの人を対象に教えるわけですね。そうすると、よくできる生徒はつまらない。できない生徒はわからない。ですよ。ですから、今言ったコンピューター教育のいいとか、こう分散がある場合、各人の能力に合った授業をすれば、みんながこの45度に乗っていけるってことなんですよね。なんかね、この記事の最後の後半の方にね、AI 教師を使った学習はフロー状態を発生させると。それってありますね。これはなんかこれからは教育がこういうふうになっていくと、もうみんながフローに入ってすごい効率よく楽しくですね、学習していけるっていうことで、多分いろんな科目がそういうふうなになっていくんじゃないかなと思いますね。フロー大事ですよね。いや、だから先ほどね言いましたように、幸せになるにはどうすればいいかって、つまり今の一言です。フローに入ること。そうか。単に何か学習したいから、こういう学習法を工夫するだけではなく、幸せになるために、もう何でもいいから学習し続けてフロー状態を続けると。そういうこともあるんだということか。そういうことなんですね。それはね、当人にとってもいいことなんですよ。いや、ただフローがね、役のフローじゃダメですよ。あくまでも有用なことのフロー。それは何も勉強だけじゃなくてね、例えば絵を描くこととかさ、ピアノ弾くことだって、なんだってフローになるわけでしょ。だけど絵描くのもピアノ弾くのもちょっとコンピューターにはかないそうにないから。そうね。ちょうどいい課題を与えてくる。やっぱ勉強するのが一番あれじゃないですかね。絵描いてもいいかな、そういう意味では。今日松田先生のその幸せの話で思い出したんですけど、今、ウェルビーイングってよく言うじゃないですか。ウェルビーイングでその有名な人に石川良樹さんっていう人がいるんですけど、ご存知ですかね。講演活動とか本書いたりしてて、結構有名なんですけど、その石川良樹さんが最近本を出して、でその石川さんが発見したのがね、その幸せになるためにはね、自由エネルギー原理を勉強。ちっとも幸せになってませんが。で、乾先生と一緒に勉強会してるそうなんですよね。いやー、その近道なのかな。で、どういうことかというと、結局その石川さんが発見したウェルビーイングになる条件は、うん、適度なサプライズがあって、あでそのサプライズが解決されていくことだっていう。でまさにそれは自由エネルギー原理的な考えだっていうことに引き継いだ。サプライズが大きすぎるとダメなんだけど、そうです、適度なサプライズが止まらないよね。そっか、世界がどん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 分かっていくということなんだ。みたいです。だから 4% サプライズすることや。そういうことでしょうね。結局、同じことを言ってるわけですね。勉強し続けて、フロー状態続けていく。で、それが幸せなんだと、ウェルビーイングなんだっていう話なのね。なんとなく脳科学につながっていますね。だから世界に対する理解が進んだってどんどんなんかおいしい声餌を拾い集めていくうちにすごい、知識がたくましくなってるみたいな、そういうことですよね。その知識たくましくすることが目的じゃなくて、幸せであることが、そうおいしいとこパクパクやってるともうどんどん上がってくるみたいな、そういうことなんですね。この番組は幸せになれる。幸せになりましょう。もうちょっとわからないことがあるし、ちょっとずつ分かってる感じです。関係ありませんが、朝の散歩をお勧めします。ありました。